こんにちはにです。今日の動画は雑談動画です。ウルトラマンタイガー第14話、守る力と戦う力を見ての感想というか、まあなんか今後の展開を考えるみたいな、そんな感じな話をしていきたいと思います。で、自動詞とかはね全く見てないので、今後の展開の情報とかは何も入ってないんだよね。だからちょっと見当違いなこととか言っちゃうかもしれないけども、その辺は笑って許してください。では行きましょう。ウルトラマンタイガー第14話、話がいろいろ動き始めましたね。トレギアの計画がこう見えたというか、タイガを闇落ちさせるっていうのが、まあトレギアの目的なんですね。で、最初から怪しいとは思っていたんだけども、やっぱり怪獣リングがね、引き金になるみたいで、もう最初から変なモヤが出てたもんね。誰もが怪しいと思っていたんだけど、やっぱりそうでしたね。で、まあ力にね溺れていくっていうか、力を求めてきっと闇落ちしていくと思うんだけども、その流れとしてフォトンアースのあれもね、トレギアが仕掛けた罠だったんだろうね。より強大な力をこうね使っていって、まあそこに頼っていく、そこに依存していって、どんどんねこう何かがこう狂っていくっていう、そういうことだと思うんだけども、まああのフォトンアースのあのキーホルダーのね話はボイスドラマの中でも語られていて、フーマーがなんか俺も欲しかったみたいなこと言ってたっけかな。だけどやっぱりそこはね、タイガーに与えなければこういう流れにはならないから、そのね強くなるっていうところの流れも全てトレギアの計画っていうことなんだろうね。まああのらしいといえばらしいっていうかね、ほんとトレギアのやり方やらしいね、ちっこいやり方で僕は大好きですね。このね、あの周りから攻めていくっていうか、そのもともとのねトレギアの目的はタイガじゃなくてタロウだと思うんですよ。だからタロウをこうね何とかするっていうところで、周りから攻めていくとタイガをね何かするっていう、これが一番効果的っていうところでの、まあこの話の流れだと思うんだけども、このやり方はまあギャングとかマフィア映画とかそういう系列の話ではよく出てくるやり方で、直接本人に何か攻撃っていうかね危害を加えるんじゃなくて、その周りの人たちから攻めていくみたいなね、自分のその信頼しているその部下が殺されるとか、家族の誰かがね何かされるとか、そういう感じで精神的に追い詰めていって、まあ最終的には自分がねその犠牲になれば周りが助かるのならばという感じでこうね対峙するっていう、そういう感じな話とかよくあるよね。でもね、その系列の話だとね、大体そのね出てきて向き合った時にさらに嫌なことが起きるっていうか、その一番大事な人とか一番キーになる人とかが目の前で、まあ、殺されるとか何かされるっていうのが、まあ、王道パターンで、で、まあ、そこでどういうふうに話が転んでいくかは、ね、その時々の話によって変わっていくんだけども、まあ、ヒーローものとかだと、そこでね、もうブチ切れて、その、ね、悲しみを、こう、背負って一気に強くなって、もう、ね、わーっと投げ倒すみたいな、そういう感じになるパターンは結構多いかな。逆にそこでおかしくなっちゃうっていうパターンもあるけども、まあそういう感じに進んでいくのかもしれないなというと、まあでもまあ言うてもね、ウルトラマンタイガの話だから、まあ、太郎がねこう出てきてどうのこうのっていうところまで話が広がるかどうかはちょっと何とも言えないかなと。で、あとはまあそのね、なんていうの、闇落ちしていく流れっていうのがすごい気になっているというか、半落ちぐらいのところでトライスクワットの面々とこうね喧嘩するんじゃないかなみたいな。で、タイタスとフーマはきっとそんなに変わりないっていうか冷静な感じだと思うんだけども、タイガがねもうおかしくなっちゃって、そのね敵と戦うには力がもっと必要だみたいなところで、で、お前らとはね、考え方が違うからもう一緒に戦えないみたいな、な感じで、こうみんな引き止めるんだけど出てっちゃうみたいな、そういう流れっぽいような気がしていて。で、あと、まあ、タイタスとフーマーが闇落ちしないっていうか、彼らは闇落ちできないと思うんだよね。
ね。で、理由はそのボイスドラマとかでもこういろいろ語られている出生の秘密、まああの複雑なね、そのまあ流れがあるから、だから彼らはもともとその自分の中に闇って言っちゃいけないけども、そのね、抱えてるものがあるから、だからそことね向き合ってこう消化して今の姿があって、そう簡単にはこう闇に落ちないというか、うん、まあタイガはね、その純培養って言葉もなんか変だな、まあウルトラマンオブウルトラマンなんだよね。ウルトラマン、ウルトラの父、ウルトラマン剣、あのウルトラマン太郎、まあ三代目なわけで、もう本当に王子様みたいな存在で、うん、そのすごい光の戦士なんだよね。だから光の強さが強ければ強いほど、そこに生まれる闇は深いっていうね、そこに尽きると思うんですよ。だからあのタイガは闇に落ちやすいっていうか、何かが起きた時に一気に落ちていって、そして深いところまでねこう行っちゃうっていう要素をしっかりと持っていて、だからまあここでね闇落ちしたらかなりひどいことになるんじゃないかなっていう気がしていて、もうほんとね、落ちるならばもうがっつり行ってほしいんだよね。なんか中途半端に落ちてほしくないというか。で、ただ悪に染まるとかそういうあれじゃないような気がしていて、そのなんて言うんでしょうね、なんだろう、トレギアとなんかこう手を結んで何かをやるとかそういうことは絶対ないと思うのね。なんだかんだ言いながらもトレギアと敵対するっていうところは変わりないと思うんだけども、その力を持つことに対してこう否定的な意見を言うウルトラマンに対しては敵対心を出すみたいな、意見の相違からこう、ね、それお前らの言ってることは違うみたいな感じで、あの力こそ全てだみたいな、ちょっとベリアルっぽい感じだね。あのまあそういうところでのね、あのこうね、確執みたいなところでっていうのはあると思うんだよね。でトレギアはそれをこうね、うまく利用していって、よりウルトラマン同士が対立するようなあの流れを裏でね、なんかいろいろ画策してやっていくみたいな、そういう流れがあったらなんかまた面白いんじゃないかなみたいなね、遠くからこう見て笑ってるみたいなそんな感じだと、うん、いいんだけど。でまあ先輩ウルトラマンがねこうタイガを止めるためにこうやってくるんだけど、やっぱりねタイガは血統がすごいからポテンシャルもすごいと思うんですよ。あの闇に落ちて全てが解放されたら、もうそれはそれは強いんじゃないかな。だからね、一人二人のウルトラマンじゃ止められない、三人でなんとか止めれるかどうかみたいな、そんな感じでこうね、どうにも手の打ちようがないところで、まあひろゆき登場みたいな、あのウルトラマンでもどうにもできなかったそのタイガをひろゆきが救い出すみたいなね、この流れは熱いよね。通常であればウルトラマンは人間を助けるためのね存在なんだけども、まあ、それが逆転するっていうか、その闇に落ちてしまったウルトラマンを人間がねこう助け出す、まあ言えば逆にその人間が光となるみたいな、なんかそういう感じなねこう流れがあるとまたなんかすごい、うん、なんか深い感じがしていいなみたいな、うん、タイタスフーマもいろいろ動くけどやっぱり助けきれなくてみたいなところもあるんじゃないかな、うん、なんかこう勝手にね自分で話を想像して膨らませて喋っちゃってるから、ね、おかしなことになっちゃってるかもしれないけども、なんかそういう話とかをねちょっと期待しちゃうんですよね。でただその今ウルトラマンは20何話で終わっちゃうじゃない、尺がね短いからからね、あんまり長々とここら辺の話を引っ張ってやることはできないと思うんで、うん、一番嫌なのはね、あっさり戻っちゃうっていうパターン、1話で闇に落ちて次の回では元に戻っちゃうみたいな、うん、それだと味気ないから、どうせならね14話、まあ、次15話から20話ぐらいまでの4、5話かけてそのね闇落ちしていきながらの闇落ちから戻ってくるっていう流れをやってくれたらなんか面白いんじゃないかなみたいな、
希望としてはね、もう闇落ちして戻ってくるまでの間を年末までかけてやってほしいんだよね。で、次のね、話はウルトラマンタイガー2ですみたいな、それでも僕はいいぐらい、ここの部分っていうのはめちゃくちゃ熱い展開だと思うんだよね。まあ、ね、どんな感じになるのかはわかんないけども。あとはトレギアのね、この、動向っていうか、その倒されてしまうのかっていうのもちょっと気になっていて、ものすごいそのキャラが立ってるから、もうダイガだけで終わりにはしてほしくないと思うんですよね、うん、そのベリアルと同じぐらいの存在感のある悪役だし、でちょっとタイプがまた違うじゃない、力じゃなくて頭脳派っていうところで、そのね、全く今までとは違う展開をいろいろやれるし、で、タイがもしじゃあ年末にね終わるとして、その流れとしてはトレギアをね、そのトレギアが何かこうメインで悪いことをしてっていうことはないんじゃないかなみたいな、その一連の流れでトレギアが仕掛けた罠がものすごい、その地球を滅ぼすぐらいの勢いの何か罠を仕掛けていて、それを回避して終わっていくみたいな、でトレギアはまあ失敗しちゃったけど、また次なんかやればいいかぐらいな感じで去っていくぐらいな、でまたね、どこかでトレギアの話が続いていくみたいな、それぐらいがね、個人的にはこう希望しているというか、もう息長く10年ぐらいねトレギアには頑張ってほしいんだよね。うん、まあ、あくまで個人的な希望でございます。皆さんはどうですかね、どんな感じなこうお話とか、うん、あとはそうね、まあタイガはまだ終わってるわけじゃないけども、例えばここでタイガが一区切りね、この年末でついたとして、次のウルトラマンこういうのとかがあったら面白いなとか、うん、そういうのあったらコメントで教えていただけると嬉しいです。個人的にはまあフュージョン系っていうかね、そのウルトラマンの力を借りて何かするっていうのが今回こう取れてきているので、もう純粋にそのなんていうのかな、ね、過去のウルトラマンが登場しないオリジナルストーリー展開みたいなのもそろそろねやってもいいんじゃないかなみたいな、あとは地球防衛隊的なあの辺の系列の話とかもまたね見てみたいなみたいな、そんな気がしております。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。